なんでここへ引っ越したのか。多分天気だね。それか、ああ、あれだよ。あの魔法、映画で見るやつ。自分がやっていることからリタイアしたかったんだよ。わかる？あの仕事から。一度でいいから、いいやつになりたかった。家族思いの。だから大きな家を買った。足を上げて他のパパたちのような父親になると思っていた。僕の子供はテレビで出てくるような子供であるはずだった。みんなでボール遊びをして太陽の下に座って。でも君は分かっているよな。